ということで、猛攻と申します。今回ですね、こちらの戦国の虎 Z という、ゲームをね、実況していくんだけれども、まあ、ちょっとある程度修行を、積みまして、いろいろ決戦とかね、いろいろできるようになったんで、ちょっと、とりあえずまず俺のパーティー紹介からやってみますか。パーティーじゃねえや、装備紹介。この剣、聖なる剣とあと使い吊るした木刀、これなんか両刀にできて、このゲームってこうやって左右両刀で、両方で刀を持てんだけど、まあ、こんな感じで、まあ、一応防具とかもいろいろあったりして、まあ、ちょっとまだ装備全然持ってないんだけども、いろいろと防具があったりして、装備かなり、あれなんだよね、その、カスタマイズができる。で、こう決戦にちょっと行きたいんだけれども、これ何か、なんだこれ、まだ元チーム生であんなの殺して、もこう、なんか赤文字じゃない、いきなり。ここまでじゃわずいわよ。このオイチっていうのがなんかこの、ヒロインみたいなやつね、これね。うん。そんなこと言ったって逃げ道もねえぞと。覚悟してすぐに回してあげるからと言ってるけど、まあ、こいつはね、倒せる。過信孤児、ちょっと待った。だった、私の楽しみを表すやつは、こんな危ないやつだなんて聞いてねえよ。いつも説明が足りないのよ、半兵衛は。テレポート、なんで？逃げんの、あいつから。新孤児なんかやたらとなんかロリータ服で可愛いけど、なんだこいつ。私は半兵衛の命令であんたちに私の実験でしようとしたのに、変なやつに捕まってたから連れ出しただけ。なんだかよくわかんないけど、ありがとう。俺を言うんじゃ早いんじゃない、言ったでしょ、私の実験でやって。キャン、何これ。ちょっと待って、これもうほぼ見えてないか、これ。アテナ超かわいいな、これ。と、なんかなんかみんなあざといね、キャラクターがね。外観がやってた大成功。さあ、私の主よ、この二人をやっつけたって。お断りします。なぜならあなたの命令を聞かなければならないんですか。そもそも急に呼びつけて、指図するとは失礼です。同感ね。やだよ。ちょっとどうなってるの、命令に従わないの。あ、ねえ、そこの二人があの、こう、懲らしめるのに手伝って。立場逆算してんじゃん。あ、これペアになれるの、ちょっとペアになれるじゃん、なってみるか。なるほど、ちょっとプレゼント一回受け取っとくか。じゃあ戦友とやるぜ。戦友、ちょっと回線前、時間がめっちゃ空くんだけども、ちょっといいや、もう。はい、では合戦の方がね、始まっていきます。おそらくね、かなりこの腕っぷしのあるユーザーの人だと思うんで、この人たち。とりあえず、まあちょっと戦闘に進んでいくか。で、このゲームのルールは、こう戦いのこの櫓をね、この潰していった方が勝ちなんだけども、攻撃ちょっとこれかな、どうしよう。無視でいいか。攻撃できないからね、どうしよう。で、ちょっとどうしようかな。こっち下から攻めていくか、下から。下からグイって攻め、だから、要はだから、なんつうんだ、この、攻撃して、で、この攻撃範囲に敵がいたら、まあできるみたいな。今できない、いないんでできないです。はい。敵っていうのはこの赤のやつね。よし、これは敵の攻撃です。敵のに攻撃が通る範囲に行ったと。これでぶちかましていくと。死ねよ、お前！だからお前だから、春日や。制限時間内ならこれ一応どこでも動かせるからね、これ二回行動的な。で、これもう一発倒せるじゃね、これ結構俺の方が火力あるな。
ガチ両党の力は大事じゃないってことか。どうしよう、これもう一回行く？あ、いいか。敵の方が来てくれると一番楽なんだけどね。で、敵の役人なりに攻撃しないと意味がねえから、ちょっと攻撃できないね、これ。下のユキってやつにとどめさせばよかったな。しくじった、これは。よし、ここまで行こう。オッケー、多分相手がね、舐めてる、これは。よし、ヤグラに直接攻撃。これで俺がかなりダメージを与えることになった。17。オッケー。これはもうここからだと、もう、なんとだろう、もう久々にヤグラに攻撃してればいいだけかなって感じで。で、上の敵もフォローする感じで。しまった、俺、射程範囲から離れちゃった。頭悪いね、俺。なるほど。まあ、こんな感じで結構その、あ、敵の調整攻撃来た。多分割、HP の減り具合とか多分いや割合で見ると思うんで、ちょっとこれ俺が与えなきゃ まずいね。ダメージを与えていかないと。いけ。オッケー、いいんじゃねえの。でこれ動かずに必殺待機で、であわよくば部屋のやつにも届くみたいな。ただ武器によってはその射程範囲とかなんだろう、これ敵でよ。オッケーオッケーオッケー、味方で2人でもう潰していく。武器によっては射程範囲が違ったりとかいろいろあると思うんだけど、うん、これでただもうここでもう待機してさすが攻撃していれば多分勝てます、この試合は。 OK OK OK。敵も来てるな。 HP はでもこっちの方が高い。多分もう次のターンで勝てんじゃねえかなと。 OKOK、 結構減らしたな。なんか何回か試合やったけど、こうやってなんか全部減らす時間的に無理か。お互いの矢倉の HP が全部減るみたいななくて、今まで今回もまあでも半分以上減らしたのはだいぶすごいよこれ。じゃあちょっとステータスを割り切っていくか。攻撃にまあ4ぐらいもう全部いっとくか。全部フルボーナス。押せねえぞこれ。 OK 割り振る。オーケー、勝利しました。はい、ということでね、今回のね実況はこれで終わっていこうかなと思います。でも ガチャとかもね、ま、いずれね引いていきたいと思いますんで、はい、よろしくお願いいたします。ではまた次回のね実況動画でお会いしましょう。さよなら。